はい、皆さんこんばんは。今私はどこにいるかというと、高知県の宿毛市にいます。宿毛市ということで、先月4月の17日ですね、ちょうど1ヶ月ぐらい前になるんですけど、震度6弱の地震があったところです。宿毛市、そして愛媛県の愛南町にかけて、宇和島も結構揺れて震度5強だったかな。震度5弱だか5強ですよね。結構揺れたということで、今日は愛媛県の久万高原町ですね、のところの宿をチェックアウトして、そこから、四国からそうですね、高知とこの愛媛を行き来してね、たんですけど、そして梼原ね、高知県の梼原町に寄って図書館がちょっと今日休館日だったんで残念だったんですけどね、久万健吾さんが建築されたということで有名な、ね、まあ外観だけ見れてすごく良かったんですけど、中もなんかちょっと見てみたかったかなと思うところです。で、三島神社によって、で、三島神社で坂本龍馬が土佐藩から脱藩するとき、大津ですね、大津藩に一時いたんですけど、そこの脱藩する道なんかもあったりして、なかなか、良かったです。で、そこから100キロぐらい運転して2時間ですね、全く止まらずっていうか、その休憩せずに来たんですけど、梼原から来た感じです。はい、宿毛市ですね。もうちょうど海に面しているところということで、地震があった時聞いたんですよね、ホテルの方に、フロントの方に聞いたらどうでしたかって言ったら、まあそこまで被害はないとは言ってましたね。ただやっぱり結構揺れたので、揺れはあったの、震度6弱の結構揺れるので、まあ、被害があった家もあるということです。ただ長くはなかったので、これが長かったら結構やっぱり倒壊する家も増えたんじゃないかなというね、言ってました。で、今回、題名でもリサーチしていただいたんですけど、竹島に上陸ということで、韓国野党代表が日本政府の中止要請を無視し、竹島に上陸ということです。玉ねぎ男と、まあ、呼ばれていた、この野党党首なんですけど、韓国野党の代表が5月13日、昨日ですね、日本政府の中止要請を無視し、島根県の竹島に上陸しました。こうした動きを受け、島根県は日本政府に対し、再発防止を求めていくと、しています。竹島に上陸したのは韓国野党、祖国革新党の、チョ・グク代表です。チョ・グク代表は、韓国の国旗を掲げ、日本が竹島の領有権を主張するのは戦争犯罪を正当化しているのと同じだと謝罪を求めたほか、日本との関係を重視するユン政権を親日を超えて日本を崇拝しているなどと強く批判したということです。これを受け、日本政府は5月13日韓国政府に強く抗議したということです。また島根県の丸山達也知事は、日本政府は竹島問題について国際法に基づき平和的な解決を求めており、韓国のこうした動きは誠に遺憾であります。島根県としては韓国のこうした動きに対して政府が毅然とした姿勢で対応されることを強く望みますと、コメントし、日本政府に再発防止に向けた取り組みを要望するとしたということでございます。この玉ねぎ男ということで、ムンジェイン政権において法務大臣を務めていた際に、娘を明恩大学に不正入学させるなどといった数々の疑惑がね、まあ玉ねぎを向くように次々と噴出したことで、玉ねぎ男とも呼ばれたということです。これに関して、竹島、この代表は上陸後、竹島の領有権を主張した上、大韓民国の解放を指定しているなどとして、日本に謝罪を求めたということでございます。さらに、ユン政権の外交姿勢を歴代最悪の親日政権の売国政府だと強く批判したということなんですけど、まあこれはまあ今に始まった話はないかなって思います。これは昔からそうだよ。私自身も韓国の人々が数多く接してね、竹島問題に関しても、ね、独島は我が領土みたいな感じで、ね、言われたりとか、結構そういうとこ落書きされたりもするんですよね。あとは日本海の故障問題もそうなんで、皆さんもぜひ海外なんか行っていただくと、ジャパンシートところに二重線引かれてイーストとかね、されたりしてるんです。東海、彼らの故障である東海されたりしているわけです。まあ、だから日本人が、竹島問題に関して知らない人も多い中で、私はここに関して、まあ、学校教育においてはね、ここ最近教えてるようなんだけど、北方領土、竹島、こういったところに関してしっかりと教えていく、べきかなと思うところでございます。そして国民が関心を持っていく。
で、このようなことがないためにはどうしたらいいか、これ強い抗議だけではダメだとね、まあ、伝えさせていただいたんです。これは北朝鮮の拉致問題も含めてそうなんですけど、いかにどのようにまあ制裁していくか、相手の痛いところをついていくかっていうのが、本来この戦後の弱腰外交、日本のね、弱腰外交ですから、そこに求められるところかなと思うところでございます。なので、一時ホワイト国除外した件ありましたよね。ホワイト国除外で韓国は日本がいないとなかなか成り立たないものであって、そこにかなり反発してたわけです。そういったところのホワイト国除外最優先国から外す、そういったところもまたしていったりとか、やはりそういう制裁していって、いくってことが本来必要なのかなと思うところです。抗議だけでは、通用しません。はい。ということでね、まあ、韓国ということで、まあ、こういったところを見ると、このユン政権の外交姿勢を歴代最悪の親日政権で、売国政府だと強く批判したということで、まあ、親日税があるような国ですからね、親日だというと、まあ、非難されてしまうような国ですから、そういったところもね、やっぱり、いかがなものなのかなと思うところでございます。ということで、今現在、高知県の宿毛市です。今回、まあ、5回目の四国で、4回目の高知県です。滞在、今回、高知県滞在最後の都市になります、宿毛市ということで、地震があったということで、震度6弱ですね。またちょっと皆さんにお伝えできればと思っています。